はい、EVF にはどう表示されていて、どんなタイミングになっているか、今回はニコンの Z7II です。先代となる Z7 からの内部的な進化点、そのメインといえるのは、この前シャッターシーケンスの方でもやったばかりなんですが、画像処理エンジンの X-Speed 6がデュアルになったところですね。それもあって、連写中の表示では、ライブビューで連写している時の表示、これは高速連写 H モードを使っている時ですね。そのブラックアウトとブラックアウトの間の、ライブビュー映像の表示のコマ数が改善されているようなので、主にそのあたりを特に注目しながら、チェックしてみようと思います。連写速度は H プラスモードでは連写速度もアップして、AFAE 追従で最高約10コマ秒、そして H モードでは、これは Z7 と変わらないんですが、約 5.5 コマ秒となってます。EVF やファインダー広角系自体は据え置きという印象で、まあ細かなブラッシュアップはあるかもしれませんが、大きな変化はないように感じます。表示フレームレートに関しても今まで同様で、高速フレームレートモードが搭載されるなどの変化はないようです。EVF のスペックは、パネルが 0.5 型約369万ドットの有機 EL で、倍率は 0.8 倍と大きめ、アイポイントの方は、接眼レンズ面中央部から 21mm となってます。このスペックは、現状の Z1 桁シリーズの共通となってますね。見えの良さでは、ミラーレスではトップレベルですね。シャッターはメカシャッター、電子先巻シャッター、電子シャッターの3つが搭載されて、メカと電子先巻の自動切り替えモードも搭載されてます。ということで今回のメニューですが、Z7 との比較も交えながらやってみます。まず1、レックビュー連写となる高速連写 H プラスモードで3つのシャッターでの比較。2、ライブビュー連写となる高速連写 H モード、3つのシャッターでの比較。あとこちらでは一部で Z7 との比較もやります。そして3、 H プラスモードと H モードとの比較、この3つをやってみます。今回の動画と合わせてシャッターシーケンスのニコン Z7II の回も合わせて見ておいていただけると、よりシャッターの動作と実際の撮影とのつながりがよくわかるかと思います。なお実験条件などに関してはこのシリーズの第1回 EOSR 編をご覧ください。上のカードにリンク貼っておくようにします。その条件軽く説明しておくと、 EVF ファインダー撮影の方はルミックスの G99 で 120fps で2分の1倍速のスローモーションで撮影してます。ファインダー撮影時はモアレとかあとちらつきが生じることがあります。 Z7II だとフレームレートが不一致のため結構ちらつきが特に目立つと思います。もちろん普段直接ファインダーを見ているときにはモアレとかあとちらつきは感じません。ファインダーを撮影するゆえの出来事となってます。なお赤の LED サインはシャッターシーケンスの撮影で使っているものと同じで、シャッター全押し時に点灯するようになってます。点灯と合わせて N ゲージの機関車が走り出す仕掛けです。 LED 点灯に合わせて動きをすべて合わせてるんですが、機関車の動きには若干ばらつきが出ます。こちらもご了承ください。ではまず Z7II の H プラスモードでの EVF の見え方です。 H プラスモードでは最高連写速度が約10コマ秒となります。ローを14ビットに設定しているときには約9コマ秒に落ちます。 H プラスモードはレックビュー連写となって、連写中の表示には撮影された画像が使われます。ライブビューモードよりも表示のタイムラグが少し大きめになるんですが、ライブビュー情報を得る必要がなくて撮影のためだけに撮像素子を使うことができるので、連写速度の方は H モードよりもだいぶ速くなります。シャッターは電子先巻、そしてメカ、電子、どのシャッターでも使えます。まあシャッターモードによる表示の差もあるので、後ほど並べて比較もしてみます。というわけで実際の映像です。電子先巻シャッター、メカシャッター、電子シャッターの順に繰り返してご覧いただきます。上の段はシャッターを押さないスルー表示、そして下の段がシャッターを押した場合の表示です。どうでしょうかね。このシリーズでは毎回触れてますが、機関車の速い遅いっていうのはまあ誤差があるので、そこはあまり問題じゃなくて、ここでは動きの滑らかさにだけ注目してみてください。
一番の特徴はこの H プラスモードではブラックアウトが全くないっていうところですね。他社ではスタート時にカチンコのようにブラックアウトを入れるところが当たり前になってきてるんですが、 Z シリーズではまだブラックアウトなしの仕様で通してます。もちろんレッグビューなので連射中はブラックアウトなしとなるので、このモードでは最初から最後までブラックアウト一切なしということになります。まあブラックアウトなしがいいかというと、またそれは別問題で、まあ好みもあるんですけどね。連射中は約10コマなので、カクカクした印象はあります。ライブビューと比較して表示のタイムラグっていうのは大きくなるんですが、動きの少ないシーンなどではこの連射速度を優先してこの H プラスモードを使うっていうのはありだと思いますね。あとこの動画でちょっと気になるのは、電子シャッターの時に表示のコマが1コマ抜けているとこですね。数えると6コマ目なのかな、そこをパスしているようにも見えます。撮影の方はされていたので表示だけの問題なようですね。原因の方はちょっと分かりません。ということで、こうやってバラバラで見ている限り3社の差がちょっと分からないので、ここからは3社を並べて見てみます。上から電子先巻シャッター、メカシャッター、電子シャッターの順です。どうでしょうか。真ん中のメカシャッターはやはりほんのちょっとだけなんですが、タイムラグが大きくなるようですね。連射が進むと3社で微妙にタイミングがずれてきますが、まあ、これもごくわずかという感じですね。秒10コマというのはやはりカクカク感はちょっと目立ってしまいますね。ではシャッターの動きと EVF 表示をリンクさせて、ファインダーでの見え方とシャッターの動き、その時に撮られた写真の3社を時系列で同時にご覧いただきます。実際の撮影で使ったシャッター速度1000分の1秒と、シャッターシーケンスのシャッター速度、これが125分の1秒と異なるので、タイミングのみ合わせてます。ここではあくまでもイメージとして見てみてください。ここではメカシャッターで撮影した時の動きで説明します。ちなみに Z7II のメカシャッターは上から下へ切れるフォーカルプレーンシャッターとなります。適宜途中止めながらコマ送りスローでご覧いただきます。レリーズ前押しとともにライブビューが止まります。この最初に止まった像は撮影像ではありません。実際はこの止まった像と次に表示されるレックビュー1枚目の間の時間に1枚目が撮影されます。シャッター幕はというと、ライブビューでオープンしている状態から先幕が上に戻ります。そして1枚目の露光です。この時の EVF 表示はというと、レリーズ前押し時に止まったままの静止した映像がそのまま表示され続けます。シャッター幕は露光が終わって両幕同時に上がってチャージされます。この最中ですね、レックビューの1カット目が表示されます。フル画素を使って撮影されて、それが終わってから処理そして表示されるので、表示のタイムラグはそこそこ大きくなります。次は2枚目の露光でシャッターが降ります。表示の方はというと、レックビュー1カット目のままです。シャッターの方は露光が終わってシャッター幕が上がってチャージされます。この最中にレックビューの2カット目が表示されます。あとはその繰り返しです。撮影で得られた画像と表示映像が本当に同じなのか、機関車のパンタグラフの位置で三角印をつけてみました。ご覧のように同じタイミングになっているのが確認できます。では次、Z7II の H モードでの EVF の見え方です。このモードでは最高連射速度が約 5.5 コマ秒となります。ライブビュー連射となるモードですが、 H プラスと比べるとだいぶ連射速度では遅くなりますが、このスペックは先代の Z7 と同じになってますね。なんでコマ速が落ちるのかっていうことなんですが、これは本番露光の合間にライブビュー情報を得る必要があるためです。動作としては本番露光、そしてライブビュー、そして本番露光、ライブビューと交互に行っていて、その都度シャッター幕も合わせて動作するので、だいぶ複雑になるんですね。このシャッター幕動作に関してはシャッターシーケンスの Z7II の前編で詳しくやってるので、その動画をご覧ください。このモードのメリットといえば、ライブビュー映像が得られるので、レックビューよりはリアルタイムに近い映像で被写体が追えることです。ブラックアウトとブラックアウトの合間に見える像は Z7II の場合は約4コマぐらい表示されるようになりました。
Z7 では2コマぐらいだったので、倍近くなって結構ブラックアウトの合間の動きは確認しやすいです。まあ、デメリットはやはり連射速度が落ちてしまうってことですね。あと露光時はあえてそのままブラックアウトします。これはまあデメリットと感じる人もいると思うんですが、逆に H プラスモードで感じるカクカク感が感じなくて、一眼レフで撮影しているような感覚で、つながり自体っていうのはいいので、動いている被写体でも追いやすく感じます。というわけで実際の映像です。電子先巻シャッター、メカシャッターの2つを繰り返してご覧いただきます。電子シャッターはその後でご覧いただきます。上の段はシャッターを押さないスルー表示、下の段がシャッターを押した場合の表示です。どうでしょうか。ブラックアウトとブラックアウトの間に見える映像は4コマぐらいと十分動画として認識できるレベルなので非常につながりがよく見えるようになっているのがわかります。ただブラックアウトの時間は長めに感じますね。このあたりは EVF 表示タイムラインのニコンの回をご覧いただくとよくわかります。ちなみに EVF 表示タイムラインでのこの合間の表示っていうのは今回と違って 1,2 コマしかありませんでした。この時は AFC で撮影していたんですよね。それ以外は今回と差はないので、AFC では 1,2 コマ、そして AFS とか、あとマニュアルフォーカスでは4コマと増えるのではないかと推測します。で、次ですが、電子シャッターをご覧いただきます。こんな感じです。電子シャッターでは合間の表示が1コマですね。それも表示の方がストロボライト的と言っていいほど瞬間的なので、ライブビューならではのスムーズさは感じ取れず、むしろ見づらくなってしまいますね。H モードで撮影するなら、メカシャッターあるいは電子先巻シャッターが快適です。では3つのシャッターでの差を見てみます。上から電子先巻シャッター、メカシャッター、電子シャッターの順です。最初のブラックアウトでタイミングを合わせてます。メカシャッター、電子先巻シャッターでは滑らかに動きを感じ取ることができますね。そんなに激しく動く被写体でなければ胴体を追うのも苦ではないように感じます。電子シャッターはかなりチカチカ感が強めですね。暗闇でストロボライトがチカチカしているような演出のようで動きを追うのはちょっと難しそうですね。ちなみに見たままの速度、等倍速にするとこんな感じです。電子先巻、そしてメカシャッターは結構動画として認識できる印象ですね。電子シャッターはやっぱりチカチカ感が強くて見え方が瞬間的で分かりづらいです。やはり電子シャッターの H モードは見づらく感じますね。使う上でこの特性っていうのは知っておいた方がいいと思います。ではここで Z7 との比較です。連射速度は両者とも同じ 5.5 コマ秒です。最初にお断りなんですが、Z7 のサンプルを撮影したのが結構前で、この EVF シリーズで LED が点灯したら機関車スタートっていうシステムを作る前でした。ちなみにこの時は走らせておいて途中で任意のタイミングで押して撮影していたという感じです。なので同時タイミングでの比較ということができないです。まあ見たいのは合間に何コマ表示されているかということなので、ちょっと機関車の場所はずれますが、そのコマ数だけを数えてみてみます。電子シャッターは結果だけ言ってしまうと両者とも1コマだけっていう感じで変わりはありませんでした。なので電子先巻シャッターで比較してみます。メカシャッターでも試しましたが電子先巻シャッターと同じになってます。ということで並び順は上が Z7II、 下が先代の Z7 です。コマ送りスローでご覧いただきます。スタートします。Z7 の方は連射1コマ目で表示コマ数が1コマ、そして2コマ目以降は2コマ、そして Z7II の方は全て4コマ表示されてましたね。途中からですが位置だけ合わせて見てみるとこんな感じです。だいぶ違いますね。 Z7II の方がしっかり動画として見えて短いコマ間の表示でも動いてる感じがします。では H プラスモードの時と同じようにシャッターの動きと EVF 表示をリンクさせてファインダーでの見え方とシャッターの動き、その時に撮られた写真の3者を時系列で同時にご覧いただきます。
実際の撮影で使ったシャッター速度1000分の1秒とシャッターシーケンスのシャッター速度が125分の1秒と異なるので、タイミングのみ合わせてます。ここはあくまでもイメージとして見てください。ここではメカシャッターで撮影している時の動きで説明します。メカシャッターだとライブビュー情報を得るために先巻くのみが往復動作が1回増えるのでタイミングが分かりやすいかと思います。コマ送りスローでご覧いただきます。最初オープンにしている状態から先巻くを戻します。で撮影露光、このシャッターが切れている時はブラックアウトします。その後両膜をチャージして再び先膜のみを落として撮像素子をオープンにしてこのタイミングで得られる情報をライブ情報として細かに表示します。表示される映像はこの状況では先ほどの電子先膜シャッターと同じ4コマでした。動画として十分認識できるコマ数です。ブラックアウトとブラックアウトの間の短時間によりリアルタイムに近い映像情報として表示され、複数コマあることで動きも認識しやすくなります。その後は先巻くのみをもう一度戻します。撮影露光の間のこのライブビュー情報を得るための動作が H プラスモードと異なるところです。先巻くが戻って次の撮影はスタンバイ OK の状態となって、あとは撮影露光からの繰り返しとなります。そしてライブビューなので、表示される映像は実際に撮影された像とは異なります。どのぐらいタイミングが異なっているのかを両者を比べてみました。機関車のパンタグラフの位置で三角印をつけてみましたが、ご覧のようにライブビューに表示されるコマとコマの間に実際に撮影されたコマの三角印が来ているのが確認できます。ということで最後になりますが、H プラスモードと H モードの比較をしてみます。上がスルー表示、そして真ん中が H プラスモード、下が H モードです。シャッターの方は電子先膜、そしてメカ、そして電子の順で繰り返してみます。どうでしょうか。こうやって並べてみると、やはり H プラスモードのカクカク感と表示のタイムラグがあるのがわかるかと思います。一方でシャッターによる差ですね。電子先膜シャッターとメカシャッターでは大きな差はそんなに感じません。ただ Z6II の時にも思ったんですが、やはり気になるのは電子シャッターでのライブビューモードですね。ブラックアウトが長くて表示される時間が非常に短い上に表示のコマも1コマっていうのは見づらい印象は拭えません。電子シャッターを使う時には表示タイムラグもあるんですが、 H プラスモードで撮影した方がストレスなく撮影できそうです。はい、というわけで今回はこれにて終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。よろしければ制作の励みとなりますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。